トーマス・ウェントワース・ヒギンソンは、アメリカのユニテリアン主義の聖職者、作家、奴隷制廃止論者であり、軍人。1840年代から1850年代に、奴隷制廃止運動に身を投じ、戦闘的な奴隷制廃止論者と自認していた。秘密六人委員会の会員であり、ジョン・ブラウンを支持。南北戦争中の1862年から1864年まで、 最初に黒人部隊として認可された第一、サウスカロライナ義勇隊大,大佐として出征。戦後は残りの人生を解放奴隷や女性、公民権のない人々の権利のための戦いに捧げた。トーマスは1823年12月22日、マサチューセッツ州ケンブリッジで出生した。マサチューセッツ湾植民地へ移民したビューリタンの 聖職者であるフランシス・ヒギンソンの子孫である。父であるスティーブン・ヒギンソンは、ボストンの商人であり、事前事業家、1818 18年から1834年まで、ハーバード大学で幹事を務めた。祖父も、スティーブン・ヒギンスという名であり、大陸会議のメンバーであった。当園には、ボストン公共楽団創設者である、ヘンリー・リー・ヒギンソンがいた。5代前には、 ニューハンプシャー州副総督、ジョン・ウェントワースがいる。トーマスは13歳で、ハーバード・カレッジに入学16の時に、ファイ・ベータ・カッパのメンバーに選ばれた。1841年に卒業後、2年間教師を務め、その間の1842年に、メアリー・エリザベス・チャニングと婚約した。ハーバード大学進学大学院では進学を学んだが、 一年目が終わる頃には奴隷制廃止運動に注力するためとして出席しなくなっている。翌年には勃発が予想されていたメキシコとの戦争に反対する運動をしていた先見主義的ユニテリアン主義の聖職者セオドア・パーカーの訓導を受けた。戦争は奴隷制と奴隷労働を拡大する口実にしかならないと信じ反戦史を書いたり、 戦争反対の請願署名を買うて、家々を回ったりした。1840年代に反奴隷制運動が分裂すると、トーマスは分離主義的奴隷制廃止運動に賛同した。これは、連邦に奴隷衆が残る限り、奴隷制を支持している憲法が改正されることはないと考えることを前提とした運動である。新学大学院卒業後の1847年。 トーマスはメアリチャニングと結婚した。メアリは参加、婦人科医学の草分けで、ハーバード大学でも教弁をとっていたウォルター・チャニング医師の娘であり、ユニテリアン主義の聖職者、ウィリアム・エラリー・チャニングの名であり、ヘンリー・デビッド・ソローの友人であった詩人、ウィリアム・エラリー・チャニングの妹であった。メアリとの間には実施はいなかったが、エレン・フラーとエラリー・チャニングの長女、 マーガレット・フラー・チャニングを育てた。エレンは、先見主義者であり、フェミニズム作家、マーガレット・フラーの妹である。メアリーは1877年に亡くなるが、その2年後、トーマスは、メアリー・ポッター・サッチャーと再婚した。彼女との間には2人の娘を授かり、そのうち1人が成人を迎えることができた。トーマスは、ハリエット・ヒギンソンの演者でもあるが、 イリノイ州ウッドデールにある彼女の邸宅は建築家、バートランド・ゴールドバークが1934年に受け負った最初の仕事として有名である。大学院に出席しなくなってから1年後、トーマスは奴隷制廃止運動への情熱が高まったために、帰って進学の勉強を再開する気になり、1847年に卒業にこぎつけ、 自由主義的信仰で知られるユニテリアン主義の教会の一つ、マサチューセッツ州、ニューベリーポートの第一宗教教会教会、教区会館の牧師に就任した。彼はエセックス軍反奴隷制教会を支持し、ニューベリーポートの面子工場での労働者の悪待遇を批判した。加えて、セオドアパカーや、逃亡奴隷、ウィリアム・ウェルズ・ブラウンを招いて講演させ、自らの説教において、 奴隷制に対する北部の無関心ぶりを断崖した。ニューベリーポート文化会館の理事として、理事会の多数派の意見に反対して、ラルフワルドエマーソンに演説させた。教会の改修にとって急進的でありすぎた。彼は、1848年、その地位を追われることになった。南北戦争の頃のトーマス・ウェントワース・ヒギンソン1850年協定が成立したことで、トーマスは、 新たな目標と野心を抱くようになった。1850年、結果としては落選したものの、自由土地等の公認で、マサチューセッツ州第三選挙区から下院議員に立候補した。トーマスは市民に対して、神の方を仰ぎ、逃亡奴隷法には従わないように訴えた。彼は、逃亡奴隷を追跡と捕獲からかくまうことを目的としたボストン時計団にも参加していた。 参加のきっかけは、シャドラッチとして知られていた自由人たる黒人、フレデリック・ジェンキンズの逮捕と後半であった。奴隷制廃止運動からは、彼がカナダに亡命するのを助けた。ウェンデル・フィリップスとセオドア・パーカーも、ボストンに逃亡してきたジョージア州の奴隷であった、トーマス・シムズを解放する目的をもって、これに参加していた。1854年、アンソニー・バーンズが、 逃亡奴隷法によって、引き渡しの危機にさらされたとき、トーマスは、棍棒、長男、包丁、拳銃で武装した数人の集団を率いて、ボストンの連邦裁判所長者を襲撃した。しかし、バーンズの送還を阻止することはできなかった。その際、トーマスは顎を、サーベルで切り付けられている。後に、彼はその傷跡を誇らしく思うと書いている。1852年。 トーマスは、ウースターの自由協会牧師に就任した。在職中、彼は、奴隷制廃止論だけでなく、禁酒、労働者や女性の権利擁護も支持した。原因不明の病気にかかっていた妻の療養のための欧州旅行から帰国すると、カンザスネブラスカ法が議会を通過してから緊張が高まっていたため、トーマスは平和的手段に出ようとして、 ニューイングランド移民支援者のための組織を結成した。同法は適用地域をカンザスとネブラスカの両区域に分け、それぞれの住民が個別にそれぞれの地域内で奴隷制を許容するかどうかについて住民投票を行うものとされた。奴隷制廃止論者、奴隷制支持論者のそれぞれが両地域へと移民を始めた。トーマスも帰国してからニューイングランド諸州で演説や募金、 マサチューセッツ州でのカンザス支援委員会の組織、作りなどの活動を続けた。彼はカンザス支援全国委員会のエージェントとしてカンザスに戻り、四季の古武と移住者への生活物資供給の任に当たった。奴隷制廃止は平和的手段で達成することはできないと彼は確信した。派閥争いが激化してきたが、トーマスは分離主義的奴隷制廃止運動への支持を続け、 1857年には、ウースター分離主義協議会を結成した。この協議会は、たとえ内戦を招いても奴隷制廃止を第一の目標とすべきだと主張した。トーマスは、ジョン・ブラウンの熱烈な支持者であり、ウェストバージニア州、ハーパーズ・フェリーで起訴された、奴隷反乱に必要な資金と物資をブラウンが確保するのを助けた、奴隷制廃止論者のグループ。 秘密六人二委員会のメンバーとしても記憶されている。ブラウンが逮捕された時、トーマスは裁判のための資金集めに奔走し、脱獄を手助けする計画まで立てたが、結局は成功しなかった。秘密六人二委員会の他のメンバーはカナダに逃亡したか、ブラウンに続いて逮捕された。トーマスも関与していたことは周知の事実であったにも、かかわらず、自身は逮捕もされず、 承認関門もされなかった。トーマスは南北戦争前の10年ほどの間、女性の権利運動を擁護する男性側の指導者の一人であった。1853年に開催されたマサチューセッツ州憲法会議において、彼は新憲法を承認する投票に女性の参加を認めるべきだとする請願を支持する演説を行った。 この時の演説が女性とその願いとして出版されると1859年に彼がアトランティック・マンスリー氏に寄稿した論文女性は文字を学ぶべきか同様女性の権利運動のパンフレットとして長年用いられた女性の権利運動の指導者であるルーシー・ストーンがヘンリー・ B ・ブラックウェルと1855年に結婚した際彼女の親友としてトーマスは 結婚式の司会を引き受けた上、不公平な婚姻法に対する抗議文書として有名になった婚姻に際しての抗議の分析者としてこれをマスコミに送りつけた。男女間の収入格差や全国的運動の最初の7年間の成果をまとめた女性の権利年間1858年版の編集、出版もストーンと共同でいった。また、 同じ1858年に民主主義の徹底、女性に選挙権を25人の著名人の証言と題して、ウェンデル・フィリップス、ヘンリー・ウォード・ビーチャー、ウィリアム・ヘンリー・チャニング、ホレス・グリーリー、ゲディット・スミスほか、知事、国会議員らの女性参政権を支持する演説や、論説、国会報告の抜粋をまとめた本を編集、出版している。1853年、 または1854年以降、1858年に、州代表が大幅に減らされた時まで、彼は、女性の権利全国中央委員会の委員の地位に、あった9人の活動家の一人であった。南北戦争後、トーマスは1868年に、ニューイングランド女性参政権協会を、翌年には、アメリカ女性参政権協会を組織した。 1870年に創刊された参政権を取り扱った新聞女性ジャーナルでは当初から編集者を務め14年間にわたって一面コラムを寄稿した。1880年から1882年の2年間、マサチューセッツ州議会議員にもなり女性参政権運動と立法府をつなぐ重要な役割を果たした。南北戦争において トーマスは1862年11月から1864年10月に、前年8月に受けた戦勝が元で退任するまで、第51マサチューセッツ志願府評連隊の隊員を務めた。また、北軍で最初に認可され収益した解放奴隷によって編成された連隊であるサウスカロライナ第1志願連隊の大佐にも就任した。陸軍長官、エドウィン・スタントンが、 黒人の連帯であっても白人の士官が指揮するように命じたからである。トーマスは自分の南北戦争での経験を黒人連帯での軍人生活に記している。彼は連帯のキャンプファイヤーで聞こえた黒人霊歌をその俗語での歌詞と曲を書き留めて保存に貢献もした。歴史家ジェームズ・ m マックファーソンは著書、剣によって描かれたスケッチにおいて 北軍軍人としてのトーマスの勤務態度は同時代の他の人々が持っていた強烈な人種的変形を彼が持ち合わせなかったことを幾分か示すものだと論じている。南北戦争後、トーマスは自由宗教協会での活動に参加し、1870年に諸宗教の教官と題した講演を行った。この講演録は後に出版、反布された。その用紙は 本質的な真実を説くことと前行を進めることは、あらゆる宗教の同じくするところであり、諸宗教の間の違いは、実のところ表面的なものに過ぎないというものである。進歩すればするほど、似通ったものになっていくのです。迷信と罪から抜け出るドアを、私たちはキリスト教と呼んでいるのでしょうが、それは歴史的名称に過ぎず、発祥の地はなした偶然なのです。 他の国の人々は他の出口を見出すでしょうし、彼ら自身のドアから抜け出すのです。彼は私たちは自分たちの主張することほど大したものでしょうか。福音主義者に対してとムスリムに対してとで同じくらい寛容になれるでしょうかと問い、フラが打ち出すリベラルの原則を受け入れない人々に対しても寛容であることを求めた。彼自身の福音主義的プロテスタントとの関係は、 緊張を払んだものであったが、宗教的な主義主張を排除することを組織にとって根本的な危険と見ていた。トーマスは1893年に開催された万国宗教会議において講演し、世界の諸宗教の相互理解において成し遂げられた偉大な進歩を称賛。この会議がフラの待望の絶頂であるとした。トーマス・ウェントワース・ヒギンソンの墓南北戦争後、彼は 多くの時間を執筆活動に費やした。その作品では自然、芸術、人道に対する深い愛情が示されている。女性に関する常識と女と男においては両性の機会と権利の平等を訴えた。1874年、トーマスはアメリカ司教会の会員に選ばれている。1891年には、 ロシアの自由のともアメリカ協会の共同設立者に名を連ねた。その後の1907年、同協会の副会長になっている。1905年、彼はジャック・ロンドン、アプトン・シンクレアと共にインターカレッジ社会主義者協会の設立に加わった。また、二度目の挑戦でマサチューセッツ・マガジンの編集顧問に就任した。トーマスは1911年5月9日に、 亡くなった。死亡記録では、マサチューセッツ州ケンブリッジのマウント・をバーン墓地に埋葬されたことになっているが、実際に埋葬されたのは、リバービュー、ローン、プロスペクトの3通路の交差点にある、ケンブリッジ墓地である。奴隷性の悪に対するトーマスの強い反感には、母からの影響もある。迫害にもめげず価値ある道理を追求した勇気ある。 奴隷制廃止論者を彼は大いに称賛した。ウィリアム・ロイド・ガリソンとリディア・マリア・チャイルドの論考は、1840年代のトーマスの奴隷制廃止運動への就寝に特に影響を与えた。トーマスはホメオパシーの熱烈な信奉者であった。1863年に彼はメアリチャニング・ヒギンソンにこう書き送っている。ホメオパシー内会のローラ・トン女子もまた、 最高の教師であり、おそらくこの世界では最もエネルギッシュな人で、健康は万全、能力は抜群という人です。私のために他の誰よりもよくやってくれていると思っています。ホメオパシーとして、勢力剤に変えて、基礎を処方され、これを毎日気象時に一歩を服用していますが、すでに効き目が出ていると思います。彼は共和党から独立党、 そして民主党へと支持を順に変えていった。若い時には、ブルックファームとフーリーエ主義に関心があったとも、10回している。エミリー・ディキンソンがトーマスに宛てた手紙トーマスは、エミリー・ディキンソンの文通相手であり、文学的に影響を与えたものとして記憶されている。1862年4月、トーマスは、若き気候者への手紙と題した一文を、アトランティック・マンスリーに寄せて、 実力をつけつつある若い作家たちにステップアップのための助言をしている。マサチューセッツ州はマースト出身、当時32歳のエミリー・ディキンソンは、トーマスに手紙を書き、私の死が命のあるものか判断していただく、お時間はないでしょうかとして4ペの死を同封した。彼は、返事を出し、ディキンソンの未熟で、風変わりな死に丁寧に、手術を施し、ディキンソンの個人的、 文学的背景を問い、さらなる施策を求めた。トーマスの次の手紙には、賞賛が込められており、ディキンソンをして、私がそのお手紙に酔いしれることがなかったのは、前もってラム酒を煽っていたからではありませんでしたとの返事を書かせたほどだった。一方で、先生のご意見ほど深い喜びを、私は持ち合わせておりません。もし、私が感謝を申し上げようとすれば、 私は涙でうまく言葉が紡げなくなりますとも書いている。もっともトーマスは同じ手紙の中で彼女が自作の詩を発表するにあたってはその技法と様式が伝統から外れていることを警告している。トーマスはディキンソンをほとんど自分の手には負えないと思いつつも徐々に彼女の指南役であり手本になっていった。すがるがいたずら小僧の手を逃れるようには 私は彼女から逃れることができなかった。今だって私は少年のように戸惑って立ちすくむと彼は書いている。ディキンソンの死後、彼はメーベルルーミストッドと共同で伝統的な苦闘法、語法、陰律に合うように編集を加えて彼女の詩集を出版している。トーマスとディキンソンの交流の経緯をまとめたホワイトヒートにおいて著者ブレンダワインアップルは トーマスが歴史からが思っているような文学的な編集者であるよりは感性的なそれであったとしている。いずれにしても、ディキンソンの変化と驚きに富んだ奇妙なュが指示を集めたのは、トーマスの卓越した知性があったがゆえである。ありがとうございます。